9、旭川営業所旭川営業所所属者は、旭川ナンバー、北海道中央バス旭川営業所は、北海道中央バスが、北海道旭川下高津4条8丁目1の7に設置する、バス事業部に属する、営業所である。1950年6月21日に、足別営業所旭川出張所として、旭川駅前に開設。 1960年10月10日に、旭川市一条通り7丁目に移転の上で乗り場を併設し、1963年4月1日に旭川営業所となった。1990年8月に改築。2009年4月に空地事業部から札幌事業部へ変更されている。2018年6月21日に車庫が置かれる現在地へ移転。 併設の乗り場は廃止となった。旭川発着路線全般を担当。下記のほか、他営業所が主担当の路線を運行する場合や、下記路線を他営業所が運行する場合がある。サップカ等の IC カード乗車券は、旭川管内は一般路線バス、都市間高速バスともに使用できない。2021年4月1日現在、滝川営業所と共同管轄。 高速旭川号旭川ターミナル付近にて、高速旭川号旭川ターミナル付近にて2021年4月1日より、高速旭川号の一部便を予約制にて二人掛け座席の一名利用とした予約制旭川号に振り替え、同自動車道上の停留所には停車しないほか、運賃に加えて特別料金が必要となる。利用可能な交通機関下記のほか、 期間限定路線として、小樽旭川線が設定されていた。1990年4月10日新設。途中停車は、深川ターミナルのみ。1992年3月31日まで運行された。一点前の旭川営業所構内に3カ所のバス発着場と待合室、発見窓口を備えた。路線記載の各線と空地中央バス新旭川が、 発着した。道路を挟んだ反対側に設置する停留所は未使用であった。ターミナルへ発着していた各路線は、朝日川駅前バスタッチで乗降を取り扱うよう変更するとともに、足、朝日線、空地中央バス新日線はこれに加えて、一条七丁目、停留所でも乗降を取り扱う。乗車券発売などは、鶴ハ BLDG、BL 旭川駅前内の道北バス、旭川駅前営業所で行う。ありがとうございます。